青色草親子で陸上天夏インターハイの道。はい、天夏ちゃん、冬季練習明けいろんな記録会出てますが、結果どうですか？いまいちね。自己ベスト400、800とも出てこないですね。いろんな要因があると思いますが、まだそれは別動画で撮るとして、先生からも課題もらいまして、何が一番課題だったんですか？スピード、スプリント力ですね。はい、確かにね、これは前々から課題なんで、少しずつ積み上げるしかないと思うんで、あと体が大きくなって体重も増えてきたので、その面で、シェイプアップと減量と、そしてスプリント力のためになんとかね、1年生で朝練習慣がギリ身についたことがすごく成果なんで、そこをね、はい、今日は、パパパの天夏自主練覗き見たい早朝から指導させてもらって、もう非常に迷惑だと思いますが、よろしくお願いします。はい、もう眠たいからあんましゃべらんでいいから、今日はね、いつも以上にしゃべらんでいいですから、黙々といつも通りのスプリント力。天夏のなんかこうあるんでしょ、スプリントスペシャルメニューね。パパもママもみんなで考えたメニューありますから、それを軸にこれからどんどんこうアレンジもしながらやっていきましょう。で、ドリルやって、そして最後に何するんでしたっけ？これ800、400につながるしな。最初はフォーム意識で、後半はスピード持久力アップで頑張りましょう。お願いします。いってらっしゃい。天夏ちゃん、新スプリントの方どうですか？まだ分からんけど治ってはないと思う。そうなんですね。そう、スプリントの練習するといろんなとこ負担きますね。今までもしかして怪我なかったのは柔軟性もあるけど、そこまでスプリント意識して自分の中でこう走りができてなかったっていうことも可能性考えられますね。だから前ハムストリングずっと痛いって言ってたのは、地面蹴る風な走りがやっとできてきたからハムストリング痛くなってきていい傾向やし、今度今新スプリント痛くなってきたってことは、地面の反発を感じる走りに変わってきてる兆候かもしれないから、まあ、無理をせずともちょっとこれいい兆候と捉えてやっていきましょう。はい、それでは課題の腕振りからいきましょう。両手一緒にブランブランして10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ならちょっと前足出していただいて交互にいきましょうか。はい、10回、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたらそれで肘を90度に曲げてコンパクトにしていって、まずゆっくり10回いきましょう。はい、1、2、3、4、そう、顔のところまでね、おし、おき、おき、いけてる、いけてる。はい、これをさらにコンパクトにして早く10回いこう。ここが難しい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 もう少しより極端に顔のところまで、鼻のところまで手が行くようにして、コンパクトにして腕振り、もう一回10回して終わろう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。とにかくオーバーに極端に、天夏ちゃんはこう自分の表現とかパフォーマンスをちょっと抑えがちなところがなんとなくあるし、その代わり持続力とか継続力がすごいから、ちょっとオーバーにちょっとしつこく言っていきますけど、はい、基本的に応援してますからね。はい、ちょっとイラってする場面もあるかもしれませんが、応援してます俺たちは。はい、次そしたらドリルいきましょうか。そうですね、まず軸を作って、この地面の反発を感じるために、はい、いいですね。新しく取り入れたリズムを曲げのこの切り返しを入れたパターンです。これ結構難しいんですけど頑張ってますね。はい、次逆足でね、さあ腕振りをもっと高く、もっと極端に。 OK、 天夏ちゃん、新スプリントどうですか？痛いな。あと走れる感じ、走れるの練習はこれで続けてるもんな。うん、徐々にこう痛みはこう和らぐようになってきてんの？まあ、マシではあるけど。なるほど。オッケーオッケー。まあ、今日もこれちょっとスプリント練習したら、もうまた5日ぐらい試合あるから、もうちょっと調整に入るんでしょ？オッケーオッケー。はい、ちょっと無理せず行きましょう。さ
サイドスキップ、これはうまいですね。腕も上がってきましたね、だん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 。さあ B スキップ、さあ極端に、さあ前でさばく、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 はい、 C スキップね。ここも極端に、なるべく極端にこうね、こうまとめてしまう性格あるから、はい、もっと解放していこう、極端に極端に。うまいですね、うまいですね、見事。さあスピードスキップです。もっと前に、もっと早く、もっと前に、スピードスピード、もっとグイン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 。さあまなちゃん、ストライドアップに必要な、あ、今からちょっとスピードスキップからスピードバウンディング系のドリル、ここ一番苦手なところね、だんだんでも良くなっていますからね。はい、その切り返しの時にもう思い切っていきましょう、思い切って、思い切ってスピーディーにグインと体を前に。さあいい感じ、いい感じ。どうした、やると足痛くなると思った。あら、あ、短めにしよう。なるほど、ナイス判断、ナイス判断、オッケー。これ左右あるもんな、これが苦手なギャロップ。あ、でもいい、良くなってる、良くなってる。ちょっとね、足が痛そうなんでちょっと短めでいきましょう。こう逆足のギャロップ、これがね、でもでもでも、よし、スピードバウンディング、前に前に、腕振って、腕振って、腕腕振って、お、これはいい感じかも。ストレートレッグ、前でさばけるようにつま先の裏で設置、お疲れさん。あのすごく以前よりパン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 、この地面の反発とか音が変わってきましたから、あとは腕振りとその小笠の可動域がやっぱりもっとパワフルに、今自分で天菜ちゃんが100と思ってても潜在能力の80も出せないかもしれないから、もういっぺんがむしゃらの、パパのがむしゃら感を上げますから、それやるとさ、もう絶対いけるから。はい、この後は田畑ダッシュの前に何やってたやったっけ。シュダースと、うん、あー、あれシュダースの、ジャンピングシュダースガフル、あー、そうやな、腸腰筋鍛えていきましょう。シュダース、これ難しいと思いますが、切り返しの力アップしていきましょう、お願いします。1、頑張れ、2、3、4、おお、いいですね、ダイナミックに、きついやろ、きついな、どう、新スプリント痛い？大丈夫、大丈夫、逆足、さあ頑張れ、パワフルに、腕も振って切り返して、ここ1、頑張れ、きついな、結構負担くる、2、よし、よし、これはまあ、あの筋力とか、ここ結構ギャロップにもつながるかもしれんから、ここ課題やね。よしよし、はい、次くるぶし立ちですね。さあこれは腸腰筋ね、何回やるんですか。オッケー、これはもうくるぶしをタッチしなければいけないので、自然とね膝が上がります。さあ背筋が、これ曲がらない、腰から折れ曲がらないように、ステペラ、これを軸はやっぱ綺麗ですね、ここうまいですね、やっぱりあのちゃんの改善ポイント、伸びしろ、あの挟み運動と腕振りから、そのやっぱ切り返しのスピードさかな、あと地面の設置とね、腸腰筋頑張ってきてるやん、これ見事綺麗ですね。うん、これ100回ですから結構きついんですよ、ね、高ちゃん今日はちょっとカメラ回してるからやってますが、一緒に普段もやってますと100回きつい。お疲れ、はい、うん、やっぱだんだんその課題点イコール伸びしろが見えてきますね。これなんか僕うまいなと思うんですよ。あと A スキップ B スキップとかもなんかあれ綺麗にできてるから、リズム能力も高いから、あとはやっぱりパワフルさと、その切り返しの俊敏さと、あれやね、股関節の動きをパンと速くしたら勝手にこう足が前でさばけるようになってくるらしいから、はい、ここの改善点が見えてくるから、まだこの自分この虹色動画の動画もチェックの材料としてくださいね。はい、はい、でこれで後で田畑ダッシュ8本、はい、これここね、あの
400、800やっと実際のためにはどんだけスピード追ってきてもいいから、どんだけ一本一本追い込めていくかっていう、ここ自分との戦いやからね。きついの分かるけど、うん、今日も最後ちょっと追い込みとかやったら、もうあとはもう調整で入っていくと思うから、もう、天野ちゃん考えたメニューでも調整やもんな、自主練もね。なあ、いってらっしゃい。はい、頑張って、流し脱出す。脱出きついけどな、きついけど、腕振り頑張って、腕振り頑張って、ナイス。こっからきついけど頑張って、腕振り頑張って。はい、4本目きついけど頑張って腕振り頑張って。さあ、半分いく、これ半分、腕振り低い持久力、頑張って上げていこう。さあ、5本目さあ、腕振り頑張ってきついけど、ここ頑張って。新スプリント、ちょっと痛い様子ですね。頑張れ、きついけど頑張れ。ラスト2本頑張って、はい、ときついけど頑張って。最後8本目腕で最後ラストスパート、腕で400と800の最後の感じで頑張れ。腕振って最後きついけど、ここ出してさあ、頑張れ、ナイスファイト。あまりお疲れ様でした。まあちょっと少しずつやから、ナイス。もうまた覗き見たい、ありがとうございます。それ何、それ、膝のサポーター。え、それ新スプリント予防、膝もか、いろいろ。そっか、こう追い込むと故障との戦いやね。さよなら、また会いましょう。さよなら、しばらくお疲れ。